とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、コメント、いただきました。ありがとうございます。いつもコメント、本当に、ありがとうございます。この、アーティファクトセット、かなりいいよという話を、もらいました。羽、苦痛の矢筒、エレメントのカバン、だね。苦痛の矢筒が、アップデートで、あんまりね、強くもなくなったんだよね。でも、未だにまだね、使えるっちゃ使える。うん。敵を寄せ付けなくなるので、それがすごくいいらしいんだよね。で、俺はいつも、エレメントのカバン2つ装備してたんだけども、1つでも十分らしい。どうだろうね。まあ、2つの方が安心だとは思うんだけど。はい。まあ、とりあえずこの、アーティファクトセットで一回試してみましょう。では行きましょう。苦痛を使うにはソウルが必要だから、できればソウル系の装備がいいんだよね。でも、カバンビルドで行きたいから、そういうわけにはいかないんだな。俺の持ってる装備では。まあでも、1、2、3、4か。4、回収するので、まあ、そこそこ撃っていけるんじゃないかな。まあ、カバン一つでどれぐらいなのか、見物です。あ、いけるね。いけるいける。デイリークエストに来てますけども、プレイヤーの速度が 20% と長弾を持ってて、敵が凍結を装備してるっていうやつ。あ、これ余裕かもしんないぞ。うん。あ、やっぱ、あ、ちょっと待って、なんかわけわからなくなった。やっぱ。ちょっと待って。ここ落ちるな。ここは落ちる。はい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 。あ、カバンね、これ一つでいいかもしんない、本当に。全然今のところ違和感ない。うん。あー。そうね。でも、普通の矢をね、使っていくなら、やば。あれだわ。3つ出てほしいかな。矢が。だから、ちょっと、エンチャントがね、別のやつが、良さそう。そうね、無限じゃなくてそこに、バーストボーストリングだな。バーストボーストリングだったら周りにチュン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 打ちながら行くんで、そっちの方が断然いいな。いやーでもただそれを入手するのがちょっと難しいか。いや強いよ、強い強い。でね、俺のこの装備でもうソウルをそこそこ回収していけてるんで、使っていけるんだわ。使っていけるんだけど、いかんせん装備が俺の持ってるやつではそこまでマッチしない。あ、これちょっと惜しいな。これ専用の冬の指先とか最高だね。冬の指先でマルチロール、ダイナモはいらんか。バーストボーストリングにクールダウンショット。で、しかもそれに、黄金装備で、なんか別の、やつもついてれば、もっといいね。使いやすい、これ。なるほど。カバンは確かに2つあると、火力は出るには出るんだけど、1個でもそこまでね、支障はない。全く支障はないかもしんない。これは装備に一つ別のやつをしていくっていうの、これめちゃくちゃいい。ちょっと待ってよ、これ、キャプテンいない？まだ先か？キャプテンがね、全然見当たらないんだけど。どこにいるんだ？はい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 。いや、これは、いいわ。めちゃくちゃいい。普通の矢が敵をね、いい感じでね、ノックバックさせるんで、
ダメージをね、受けにくくなるかも。いつも装備してる感じよりも。こいつはいいぞ。行こう。ま、とにかく先進んで、キャプテンがいないな。え、まだ一体もいないんだけどね。一体ぐらいなんかいてくれないのかい？じゃないとちょっと高レベルのやつが出てくれないんで、残念だな。いやいや、いいよいいよいいよ。普通の矢筒、全然いい。いい。ただ、うん、バーストボーストリング欲しい。あ、これキャプテンいないタイプだわ。うん、全部見てきたけどね。キャプテンこれいません。そうか。残念だ。まあまあいいか。ワンパンで倒そうか。ね。ワンパンで、やっちゃいましょう。うん、オッケー。ワンパンでいくね。いやー、しかし本当に、あー、これ、ダメだ。失敗した。まあいいか。密着するタイプでいこう。衝撃波だけを当てればワンパンなんだけど、今のはね、通常攻撃も同時に当たってたので、ダメでしたね。うん。ワンパンの方法はちょっと、若干難しいんだよな。エレメントのカバンを戻して、これか。はい。じゃあ行きましょう。いや、いなかったなぁ。それだけがちょっと残念。まあ、とりあえずクリアですね。噂は真実だった。はい、とりあえず、戻ってきました。コメントでいただいた通り、エレメントのカバン一つで十分だわ。十分。二つあると、まあ、確かに火力は出るかもしれないけども、道中雑魚敵と戦うにあたっては、あ、全然これで十分。真ん中がね、フリーになるのよね。そのフリーになったところを、結構何でも良さそうだぞ。何でもいけそう。何にしたらいいんだろう。ビクス召喚して、盾にするっていうのもありだよね。なんかこれ、装備にだいぶ幅が出てきそう。うん。なんか面白いことができそうな気がするけども、まあ、とりあえず、普通の矢筒これを入れとくと結構良かった。うん。あ、こっちパワー上じゃん。なので、この装備意外とおすすめです。カバンビルドは、カバンは一つで OK。真ん中はフリーにして、で、羽とカバンと、で、普通の矢筒を入れるとかなり、うん。これ以外でも全然良さそうだけどね。まあ、そこちょっと探しながら今後やっていきたいと思います。これは良かった。おすすめです。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。